こんばんは。いや今日ほんとなんか授業中寒すぎて、なんかやっぱコロナの関係で換気というかずっと窓も開けてるし、なんかドアの方とかも開いてるから、すごいなんだろう、座ってる時に足元がスースーしててマジで寒かった。なんかもう冷たくなりすぎて痛かった、足がずっと。もう冷え性だからすぐ足とか冷えちゃうから。だから明日からちょっと膝掛けみたいなの持っていこうかなと思って、寒すぎて。防寒のなんかそういうのって持ってっていいから、寝たりはしたらダメだけど。なんかさ、3日前ぐらいからだっけな、ワイがストレッチ始めたのは。ストレッチっていうかなんか、筋トレ？ストレッチ？ストレッチでいいか。ストレッチを3日前から始めて、で昨日ぐらいから着圧タイツ、スパッツ履いて寝たりしてるんですけど、まあ多分写真の撮り方にもよるんだけど、なんかちょっと今日ね、毎日その朝脱ぐときに、タイツをね、タイツじゃないスパッツを脱ぐときに、全身鏡でこう写真をね、変化が分かるように写真を撮るようにしてるんですけど、昨日と今日のやつを見比べてみて、なんかちょっとだけ、もうほんと微妙よ。写真の撮り方にもよると思うし、多分そんな、なんか今めちゃめちゃすぐに効果が出るってことはないと思うけど、まあ昨日とかね、特に足痩せのメニューを多くしたから、なんかちょっとだけ、マジほんのちょっとよ、まあ、ほんのちょっとだけなんか太ももの方がちょっとキュッてなった感じがした、写真的に見たら。でまあ普通に、なんだろう、リアルで自分の目で見てもなんかちょっとだけ変化があって、なんかちょっと引き締まったというか、まあもともとね筋肉がついてるからっていうのもあると思うんだけど、でもマジできつい、毎日やってて。マジほんともう足っていうかプルプル。まあでも毎日することがやっぱ大事だなと思うんで、これからも続けていこうと思います。そう、なんか数やればいいってもんじゃないから、パカパカ、足のパカパカのやつは私は15回ゆっくりやるやつと、ゆっくりやるやつを3セットやって、1分休憩挟んでね、その間に3セットやるのと、あとはなんだ、お尻上げるやつ、仰向けで寝転がってお尻だけは上げるやつを、まあ1分間にやれる数だけやる、で1分休憩を2セットぐらいかな、2セットか3セット多分やった昨日で、もう一個は足パカと一緒なんだけど、これは別にこれも15回か、パカってやった後の足をクロスするやつは 2セットで15回、15回を2セットやった昨日と、プランク、こうやって足ピーンってして上半身浮かせるやつを40秒を3セットやった。でプランクの1回目は普通に40秒終わるんだけど、2回目からは残り 10秒ぐらい、残り10秒ぐらいでこう、なんて言うんだろう、ウエストをくびれさせるじゃないけど、こうやる、
やつめっちゃきついけどね。お尻を床につけてこうねじる、ここウエストっていうのをやりました、昨日は。あとは普通にお風呂上がりにストレッチしたかな。なんか私結構そのお尻の筋肉がその硬くなりやすいというか、まあみんなそうなんだけど、それによって股関節の周りが硬くなったりとか、まあ足痛めちゃったりとか、すぐね、あの長時間立ってたりしたら腰が痛くなったりとか、膝周りとかが痛くなったりとかすぐしちゃうから、ストレッチというか股関節周りを、昔はねめちゃめちゃ柔らかかったから良かったんだけど、やっぱやらなくなるとさ、どん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 人間って硬くなってっちゃうから、体がね。前は全然床にベタってこう開脚してくっつけるぐらい柔らかかったんだけど、今もう全くだから、ちょっとでも柔らかくなるようにストレッチしてますね。そうだから、ストレッチポールとかも使ってやってる。ゴリゴリマジで痛いけどね。あのバク転練習してた時に、あのバク転の先生から教えてもらったなんか筋肉のほぐし方みたいなのをやってます。お尻のとかね、あと太ももとかふくらはぎとか。マジでふくらはぎが本当、舞台終わってからパンパンすぎて、リットチャームの時にあのトレーナーさんに見てもらったんですけど、爆発寸前なぐらいやばいですねって言われたから、今からねあのリハがまた入ってくるんで、10周年の長時間多分立ってたり踊ったりすることが多くなるので、余計にこう気をつけないとなっていう部分はありますね。今日は久々にちょっとお肉を食べたいなと思って、唐揚げを作ろうと思って、もう下味っていうか準備はしてある、あと揚げるだけなんですけど、ご飯はね我慢したくない。なんか量もめちゃめちゃ食べてるわけじゃないしね。うん、焼肉は食べたいけど、今は節約期間っていうか節約中なので、そんな贅沢はできないということで あと片栗粉まぶさなきゃいけないの忘れてた。まあ、一回揚げる前で。
唐揚げは唐揚げだけで食べます。充電が 20% でした。なんか市販のスーパーとかで売ってあるやつとかそういうのを買った時はレモンとかついてるね、塩コショウとかつけて食べるけど、家で食べるやつはもう味ついてるしもうそのまま食べます。この間でもお昼ポテト作った時に油の温度が高すぎて火傷しちゃったから火傷しないようにしないか、油がね攻撃してきた。でもマジガス、なんか IH だとさそういう揚げ物のうち実家が IH だから分かるんだけど、揚げ物のね温度に設定するメニューがちゃんとあるのよ。でもガスってマジでないから、自分のさじ加減マジで怖かったよ、パチパチ言うてた。でもなんか低温で やるとあのねべっちょりになっちゃうんだよね、わかるかな。まあちょうどいい温度が一番いいんだと思うんだけど、低温はなんかちょっとべっちょりになっちゃうからあんまり。喉が鳴った最近充電器がまた不調だ。うん、揚げ物はだいたい180か170ぐらいかなが一番いい温度。まあうちは結構実家では170が多かったけど、唐揚げは180かもしれない。でもポテトとかはやっぱり冷凍してるから宮直さん、クマのぬいぐるみありがくま。宮直さん、クマのぬいぐるみありがとう。唐揚げの衣に生卵を使う、え、使わなくない？それカツじゃない？チキンカツとかじゃない？神さん、クマのぬいぐるみありがくま。神さん、クマのぬいぐるみありがとう。顔が丸い。むちゃベロの横に今口内炎ができてて痛い。喋るのが痛い。
メイク落とし買うって覚えた感じか。96。そう、なんかなんでだろうね、なんかできちゃった。サラダチキンはあんま食べないな。あんまり食べない。丸メガネさん、クマのぬいぐるみありがくま。丸メガネさん、クマのぬいぐるみありがとう。ファミマのクリスピーチキン、ああ美味しいよね、あれめっちゃうまい。やばい、くしゃみが出そうで全然出ない。こんにちはじゃなくてこんばんは。こんばんは。耳かゆい。チャカさん、クマのぬいぐるみありがくま。チャカさん、クマのぬいぐるみありがとう。こんばんは。なんかさ、前はさ配信なんだ、すごい新鮮だったからさ、毎日やるのがあった出来事をさ、なんかずっと語ってたけどさ、もうなんか最近慣れてきちゃって、なんか逆にね、慣れてきちゃって、なんか何を喋ったらいいのか分かんなくなってきちゃった。200日ぐらいが一番喋ってた気がする。私200日目ぐらいの時が一番喋ってた気がする。
え、なんかそんなにさ、一日一日そんな、なんか毎回毎回何か出来事があるわけじゃないからさ、難しいよね。顔が本当に丸いわ。うん、呪術廻戦めっちゃ楽しみだよ、映画。なんかもうね、わかるもん、肉がついてるなっていうのが今自分のほっぺに。なんかプニプニしてる。この血豆どんどんなくなっていくかな。もしかしてだけど、血出さないと一生治んない、これ。血豆、これ、消える？ぷくってなってない？これちょっとだけ。 でもね、あの膝のあざとか結構もう消えてきたよ。まあ押したら痛いけど。でも昨日ボディクリーム塗るときにさ、あ、ちょっと良くなってるって思って、見て、紫感がなくなった。ほら、まだちょっとここら辺が紫やけど、そんな、なんか前回よりかは。ちょっと薄くなった。いきなり足だった。そう、リットチャームの時はテーピングしてた。
落ち着きがないよね私って。なんか常に動いてるくない？なんかでもね、こう配信とかしてたらさ、自分の顔を見なきゃいけないじゃん。すいません、充電が 10% です。もうなんでそろそろ終わりたいと思います。いやなんか気になってしまう。別に気にしなくてもいいんだと思うんだけど、なんかこう自分のやっぱコンプレックスってあるわけやん。だからそういうのをなんか喋ってる時とかに気にしてしまう。あ、そう、一瞬止まったのは充電が 10% ですよっていうお知らせが来たから止まりました。あ、ごめんなさい。まぶしい。そう、まんまる。私の顔はまんまる。ライトまだ使えるっぽい。でもそろそろ終わろうと思います。もう充電も 10% ないんで。ご飯も、痛い、ご飯も食べないとだし。ああ、呼びたい。皆さんありがとうございました。ランキング読みます。13位 SAT さん、12位としちゃんさん、11位セリチャウドンさん、10位ひできさん、9位中野のけんじさん、8位いけぽんさん、7位としぼうさん、6位ほえさん、5位まいこちゃん、4位まるめがねさん、3位ちゃかさん、2位みやなおさん、そして1位がかみさんでした。ありがとうございます。お、そっか、今日あれだ、10周年公演の当落だね。皆さんが当たりますように祈っております。まあ多分倍率は相当高いんでしょうけども、はい、頑張ってください。当たるように祈ってたらきっと当たるよ。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。